どうしてもサヤに伝えたいことがあるんだ。子供の頃からずっと好きだった。僕と付き合ってほしい。ありがとう、コウタの気持ちすごく嬉しい。じゃあ。けどごめん、私付き合ったりできないよ。そんな、どうして。本当にごめんね、私もう行くから。ああ、嫌なこと思い出しちゃったよ。僕の名前は吉田コウタ、小岩大学に通う陰キャな二十歳だ。僕には結婚を誓い合った幼馴染がいたのは昔の話。2年前に振られた僕は、情けないことに今も彼女への思いを引きずっている。その幼馴染というのが彼女、小川さや。学部こそ違うものの、こうして同じ大学に通っている。あれって、あの日からもうずっと話してないや。また昔みたいに仲良くやっていきたいんだけどな。なーにジロジロ眺めてんのよ。僕はそんなつもり。確かにさやちゃんも可愛いよな。でも俺はもっと大人の女が好みだわ。彼はヤバすぎチャラ男くん。ご覧の通りイケメンで、父親は名のある大企業の役員なんだとか。そのため家はかなりのお金持ちらしく、女遊びが派手なことでも有名だ。苦手なんだよな彼。それで何か用。そうだ、お前今日暇、合コン行かね。僕そういうのは。そう言わず頼むって。なんでか知らねえけど向こうがお前指定なんだわ。それどういうこと。んなのこっちが聞きてえよ。ってことでさあ行くぞ。参加するなんて一言も。1時間後。どうしよう、来てしまった。僕には気になる相手がいるっていうのに。ねえ、隣座ってもいい。あ、はい、どうぞ。この人って去年のミスコンで優勝した中野アリサさんじゃないか。こんな有名人がどうして。私の顔に何かついてる。ごめん、そういうわけだ。僕は知ってる、吉田コウタくんだよね、サヤの幼馴染の。え、サヤを知ってるの。私サヤとは友達だから。学部同じでよく一緒に講義受けてるの。君のこともサヤから聞いちゃった。そうなんだ。僕なんて話されてたんだろう。実はね、合コン相手に吉田くんを指定したの私なんだよ。なんで僕なんかを。君に興味があったから。それじゃあダメ。中野さんからかうの上手なんだね。そんなことないよ、本当に君とお話ししたかったんだもん。そんなこと言われても、こんな美人と何を話したらいいんだ。しかし、そんな考えは全くの杞憂で。中野さんってアニオタなの。これでも昭和のロボットアニメにはうるさいんだから。そっか、ちなみにこのポテト、味が薄くない。塩が足らんのです。この人本物だ。なあアリサちゃん、そんな陰キャに構ってないで、もっと俺と話さない。どうせ俺目当てなんだろ。興味ない、セッティングしてくれるって言うからお願いしただけだし。そんな、俺踏み台にされた。はぁ、じゃあどうしたの。私君のこと好きになっちゃったかも。え、まさかのモテ期来た。で、ダメだ、僕にはサヤっていう心に決めた人が。あ、なんだか後ろが。へえ、私の友達とずいぶん仲いいんだ。サヤがどうしてここに。いちゃ悪いわけ。そうだよね、二人は仲良しだから私なんていたら邪魔か。違う、てかサヤの家お金持ちなのになんでバイトしてんの。お父さん会社やってるって言ってたじゃん。いや、それよりこれは誤解なんだ。ひどい、私は本気なのに。ちょ、なんてこと。安心して、合コンの邪魔はしないから。どうぞごゆっくり。待ってくれサヤ。どうしよう、絶対勘違いされたよ。あの後どうにか誤解を解こうとしたけど、全然話聞いてもらえなかったし。ごめんね、私のせいだよね。いや別に中野さんのせいじゃ。お詫びと言ってはなんだけど、今度の土曜日デートしてあげるね。12時に小岩時計台の前に集合で。は
約束したからね。じゃあそういうことで。ねえ、ちょっと。そして迎えた約束の日。来てしまった。でも中野さんの連絡先知らないし、大学でも接点ないし、断るにはこうするしか。吉田くん偉い。まだ約束の10分前なのに。あの今日のことだけど。でさや、どうしてここに。デートだって言ったらついてきちゃった。勘違いしないでよね。コウタがアリサに変なことしないか監視するためなんだから。そんなことしないってば。それから場所を移し、遊園地なんていつぶりだろう。吉田くん、今日は楽しもうね。うん、そうだね。鼻の下伸ばしてるんじゃないわよ。伸ばしてないって。柔らかい。それにいい匂いがして。ねえねえ、二人であっちのアトラクション乗ろうよ。ダメ、コウタは私とパレード見に行くの。じゃあ二人とも抱きつかないで。僕の理性頼むから保ってくれよ。数時間後。疲れた、さすがに限界。頼むからちょっと休憩させて。あらら、もうエネルギー切れ。コウタってばだらしない。二人が元気すぎるんだって。仕方がないな。じゃあ少し休憩するとして、ねえ、次はこれ乗らない？ゴーカート？うん、3人でジェットストリームアタックやろうよ。けどこれ身長150センチ未満は乗れないってよ。ねえさや、今って身長いくつ？言いたくない。じゃあ聞き方変えるけど、高校の頃からちょっとは伸びた？失礼な、伸びたわよ。どのくらい？5ミリ。ほとんど誤差じゃん。ふん、二人で楽しんできたらいいじゃない。私はこの辺で待ってるから。そんなのダメだよ、サヤを一人にはしておけない。もしかしてナンパとか心配してる？いや、誰かがついてないと迷子と間違われそうだし。なんであるか。結局ゴーカートには中野さん一人で乗ってもらうことに。私風になってる。すっごく楽しそう。コウタ、どうしたの。やっぱり今日アリサと二人が良かった。そんなわけないよ、もともとデートは断るつもりだったし。本当に？当たり前だろ、アリサさんとは何でもないから。だって僕は今でもサヤのこと。コウタ、私本当は。あの人たちラブラブ。若さゆえの過ちというものよ。それからも楽しい時間は瞬く間に過ぎていき、はぁ、一時はどうなることかと思ったけど、なんとか無事に終了かな。でもサヤの誤解はちゃんと解けてないままだよね。ねえ吉田くん。お、今日は楽しかったよ。次は二人きりでデートしようね。やっぱりそういう。だから勘違いだってば。もう知らない。そして翌週、どうにか僕は誤解を解こうとしているのだけど。話を聞いてよ、中野さんとは本当に何でもないんだ。とてもそうは見えなかったけど、アリサ美人だもんね。コウタだってまんざらじゃないんでしょ。そんなわけないじゃん、ついこの間話すようになったばかりだよ。その割にずいぶん仲良しね。お似合いだと思うわ。私これからバイトだから。それじゃ。な、そや、全然聞く耳持ってくれない。一体どうしたら。まったくもう、あの二人本当に世話が焼けるんだから。ここは紅の流星の意味を持つこのアリサ中野が一肌脱いじゃおうかしら。テストが近づいてきたある日、中野さんに誘われて来てみたけど、サヤの部屋久しぶりだ。いい匂いがする。恥ずかしいからあんまり見ないで。悪い。ところで言い出しっぺの中野さんは、勉強会しようって話だったけど。用事があってちょっと遅れるかもって。へえ、そうなんだ。よし、チャンスだ。誤解を解くなら今しかない。あのね、サヤ、中野さんとのことで聞いてほしい話が。僕と中野さんはその。やだ、聞きたくない。いや、ちゃんと聞いてよ。
聞きたくないったら聞きたくない。コウタは私のなんだから。今更だって分かってるけど、アリサには負けないもん。え、私の方がコウタのことたくさん思ってるんだから。結婚の約束だってしたもん。サヤ落ち着いて。コウタは絶対誰にも渡さない。サヤ、あの約束覚えてたのか。じゃあ僕どうしてあの時振られたんだ。ねえコウタ、私の気持ち伝わった？ちょっと待て、こういうのは順番が。もう待てないよ。こんなのダメだ。お互いの気持ちも確かめないまま勢いだけでなんて。けど、ごめんごめん、教授の話が長くってさ。てあら、こりゃ失礼。早速勉強会を始めてたんだね。私お赤飯買ってくる。誤解だから。数日後。いやー、先日は早まって申し訳ない。邪魔しちゃったよね。なんか二人がうまくいってないみたいだったから手を貸そうと思ったんだけど。一体誰のせいだと。まあまあ、はあ、まだきちんと話せてないけど、サヤとはちゃんと話し合うつもりだよ。ならいいけど。あれってサヤ？え、どこ？ほらあそこ、相手ってこの間の合コンにいた。やばすぎくん、サヤに何の用だ。移動するみたい。向こうって確かカップル御用達の。僕ちょっと様子見てくる。え、こんなとこで何の話。いやさ、親父に聞いたんだけど、お前んちって貧乏なんだろ。父親の会社が倒産したとかでさ。だったら何よ、あなたには関係ないじゃない。え、サヤのお父さんの会社が倒産。僕そんなの全然知らなかった。なんなら金恵んでやるからさ、俺と付き合わない。ふざけないで。どうして私があんたなんかと。意地張るなって。コウタとアリサちゃんだってよろしくやってんだろ。俺たちも仲良くしようぜな。ちょっと待った、嫌がってるだろ。コウタ、どうして。サヤを見かけたからついてきたんだ。は？なんだよ、お前には関係ないだろ、引っ込んでる。嫌だ。確かに僕はサヤの彼氏でもないし、なんなら一度振られてるけど、でも今も変わらず好きなんだ。黙って見てられない。へえ、なかなか言うじゃん。この俺から女の子を奪おうとするなんて、覚悟はできてるんだろうな。どこからでもかかってこい。何があっても僕はサヤを守ってみせる。それじゃあ遠慮なく。先生、こっち、こっちです。男子が喧嘩してます。あれ、この声って。めんどくせえのはごめんだ。コウタ、今度会ったら覚えてろよ。ヨシタくん、それにサヤも大丈夫だった？うん、私は平気。やっぱり中野さんだったんだ。あれ、先生は？あんなの口から出まかせだよ。ピンチかなって思ったから勢いで。ありがとう。それよりも。さっきの聞いてたよ。どうやらちゃんと気持ちを伝えられたみたいだね。二人のことずっと応援してた甲斐があったよ。応援？何のこと？やだな、恋の応援に決まってるじゃん。さやってばどう見ても吉田くんのこと好きなのに素直になれないみたいだったからさ、合コンで仲のいいとこ見せつけて危機感煽ろうかなって。ああ、もちろんデートしたのもそのためだからね。そうだったの？はいはい、サヤってばこれからバイトでしょ。積もる話もあるだろうし、吉田くん、サヤを送ってあげて。いや、アリサ、押さないでってば。じゃあ、僕まだ状況が飲み込めてないんだけど。いいからいいから。数分後。その、コウタとアリサって何でもなかったんだね。勘違いしてごめん。ちゃんと誤解が解けてよかったよ。にしても中野さんにはびっくりだね。まさかサヤのためにあそこまでするなんてさ。ちょっと変わってる子だけど自慢の友達だから。あそっか。それでこの間のことなんだけどさ。この間？ほら家にいる時の。あれは忘れて、私はアリサに嫉妬しちゃって。それでダメ、忘れられないよ。とっても嬉しかったから。けどさ、だとしたらなんで僕はあの時振られちゃったのかな。会社が倒産したっていう話と関係あるの？
うん、パパの会社ちょうど私が高校卒業する頃に潰れちゃって、あの時は大変だったの。今もだけど。そっか、だからさやバイト頑張ってるんだね。少しでも学費の足しにしたくって。これでも勤労学生なんだから。その、あの時はごめんね。せっかく勇気出して告白してくれたのに。けど私と付き合っても遊ぶ時間なんてほとんどないし、コートに悪いって思って。だから。そんなの気にしなくてよかったのに。サヤが大変だって言うなら僕はサヤを支えてあげたいよ。本当はね、私もコートのことずっと好きだった。今更遅いかもだけど。そんなことない、嬉しいよ。僕もサヤのこと大好きだから。子供の頃からずっとね。私もずっと大好きなの。改めて告白するね。サヤのことが好きだ。僕と付き合ってください。私も好き、大好きだよ。コウタの彼女にしてほしい。ありがとう。それじゃあこれからは。私たち恋人どうしたね。けどごめん、恋人になってもあんまりデートできないね。私バイトばかりだから。大丈夫、謝る必要なんてないよ。でもデートしたいでしょ。任せてよ、僕にいい考えがあるんだ。バイトが忙しくて遊ぶ時間がないって言うなら。1週間後、僕はサヤが働くお店でバイトを始めた。3番テーブル、コーヒーおかわりだって。わかった、私が行くね。6番テーブルのフライドポテト塩多め、僕が持ってくから。ああもう塩は貴重だって言うのに。余談だけど、ヤバスギ君は中野さんによってごまたかけていたことが発覚し、学内では随分と肩身の狭い思いをしているらしい。随分派手に遊んでたみたいだし、自業自得だろうね。すっかり慣れたみたいだね。ああ、来てたんだ。うん、働くっていいよ。中野さんもバイトやってみたら。じゃあ私もここで働こうかな。吉田くんと一緒だと楽しそうだし。ほら、兄オタ的にさ。浮気は禁止、コウタは私のなんだからね。わかってるって。ヒュー、見せつけてくれるね。仕事は忙しいけど、好きな人と一緒なら楽しい方が大きい。これからも最愛の彼女と二人、勤労に励むとしよう。